背中がやばい。いて。明日から鮭を召し上がります。いただいちゃった。いただきます。お手は拝借。いただきます。寒かった、マジ昨日ね。髪の毛入ってんだけど。うちもびっくりしてる。起きたら25分だったの。え？ってなった。こんなことがあるのね。鮭全然味あんないよ。寝起き全然ご飯食べれるよ。なんかそれこそご飯食べた次の日、ご飯食べに行った次の日とかは食べれんけど、なんかこの
どうせまた寝る。みんな油断してたらだ始まってる。二度寝したらね、お昼に起きるよ。だいたい11時に起きる。で6時25分のさ、なんか珍しくアラームが聞こえたわけ。いつもアラーム全く聞こえんのよ。世間大きいんだけど、アラームが聞こえて、はぁって起きたら25分で、えもう一回寝よう。おかしいよ。普通だったら6時半からだけ、あ、25分だってなって、あ、ちょっと起きようってなるんだけど、全くならんかったね。やばいよね。いや、あ、もう一回寝ようかなって。いや、いつもね、やっぱ40分とかに始まるじゃん。40分、50分で始まるけんさ。やっぱそう。よし、もう一回寝ようって。思ったけど、いやあんな珍しく25分に起きたんやし、たまにはちゃんと30分で始めようと思ったけど34分だった。ポンタコウモリありがとう。ハートもありがとうね。二度寝って気持ちいいね。でこうやって一回起きてまた寝るのもいいんだけど、その時にポッて起きてそんでまた寝るのも結構やばい。あ、その時の気持ちいい。焦点
筋肉痛で。やっぱ全然筋肉痛なる。クロマティさん、コウモリ、鈴木さん、輝く星、トシさん、ありがとう。セイクルマスタイム、天国なの天国、バカになるほど君に夢中。昨日の ステーキはないよ。ステーキなんかあるわけないでしょ。昨日の、ごめん間違えた、あでも本当に頭回ってなかった今。びっくりした、昨日のってたけど、え何昨日のって自分で思った。言ってから思ったよ。気にしないで、今のは気にしないで。あ広島寒いですかって分かんない、ごめん、まだ家の中にいるからちょっとよく分かんない。でも何度って言ったら13度って昨日言ってた。最高気温が20度で最低気温が13度って言ってた。気になる、だってもう気にしても無駄だよ、何もないから、マジで何もないから、何の意味もなかったっけ今の。カラスの高校がいた。カラ
ハートありがとう。おー、222日連続配信、イエーイ。222日はすごい、なんか面白いね、面白い。カラスの高校がいた。そう、さっき外に、なんかわかんない、何にたかってたのかわかんないんだけど、なんか5、6匹が集まって、なんかつついてた。だけどなんか多分あそこになんかご飯があるんでしょうね。そう、めっちゃ食べてたよ。あ、猫もいなかったね。猫もいたらもう、あのゴミ捨て場の決戦だね、それね。じゃけこんなに近くに聞こえるね。カラスの声が。驚くのドアは閉まる、鎧を脱ぎ捨てる、ここから先はプライベート。飛べフライハイ、汗と血と涙で光る翼で、今全部切っ去って、飛べフライ Oh baby baby。 忙しいな、こっち歌ったり。フライハイにしようか。今日はみんな何する？私は昼ぐらいからちょっと予定があるんですけど、今日は日曜日か、日曜日寝る。夢だん、どうした夢だん。仕事です、お疲れです。じゃけんね、お洗濯、うん、もうお洗濯しようかな。お洗濯して寝て。準備して寝るぐらい。ハートありがとう。ホップステップジャンプで寝る前に洗濯、そりゃあね、朝洗濯して干した方が絶対いいやとか言って多分寝るかもしれない。で、いや今まだそんな眠くないけん、多分ちゃんと洗濯するかも。ユキさんありがとう。そして
ってくるとなかなか寝れんくなるから、いっぱい寝とき、私結構あれだよ、トイレトイレ行くたびに起きたりする。この間マジでそうやって起きたよね、トイレ行きたくて何回も起きて、私めっちゃトイレ近いんですよ。エミさんハートありがとう。一緒だねじゃん。干すの忘れる。それめっちゃわかる。サンパンタハートありがとう。すごいな、病院行った方がいいかな一回みたいな、もう一回なんか見てもらった方がいいんじゃないかって思ってる。え、でも、あれよ、ありゃマジで毎日じゃないよ、時折ね。毎日だったらちょっとガチであれだけど、でもなくて、マジ、ごくたまに。たまになんかトイレで目を覚ます時があるんですけど、でも私日中が一番すごいんで、やっぱ飲み物をその時にガーって飲んだりしたらもうそのまま出るんですよすぐトイレ行きたくなるし、とかもうカフェインとかでカフェオレとか飲んだらもうすぐトイレ行きたくなる。カフェオレとかお酒、お酒はマジでトイレ行きたくなる。ああ、すごい、16回、16回はいかないな1日で何回だって数えたことないけど、ほぼ透明。そう、もう一気にその水とか飲んだ時はもうほぼ透明で、一回その水をこう2リットル飲むっていうのをした時に、なんかずっともうお腹空いたりとかしたら水を飲むみたいなさ、やったらもうマジでもう水しか出てこない水しか出てこなかったちーちゃん、じいちゃん、ありがとう。なんちゅう話して終わろうとしてんだろうね、今内臓一直線ワンちゃん、ジュージハートありがとう。終わろうとしてたね、まあ、一応7時に終わろうと思って7時に終わろうかなって思っただけ、ふわーっと。りゅうちゃんはトイレに行きません。
今日では行かないよ。トイレ行かない。トイレ行かないよ。ちょっとショーしてきていい？ちょっと台行ってくわ。どこに行ってるか分からん、うん、トイレに行ってるか分からん、それは、うん、するものを伝えていくわ。摘んできていい？なんであれお花摘みっていうの？そう調べよう。株価じゃない。だってよ、これ和式じゃん。和式の時のさやつだよ多分。女性がしゃがんで湯を足す姿が花を摘んでいる姿に似ていること、そしてその言葉の響き自体が女性らしいことから、女性が大小問わず湯を足すことを花摘みというようになってるので、でもそれいいんじゃない？でも女性限定だね。まあそうか、その和式の時の多分そうじゃない。和式の時はしゃがんでするけんさ、何ちゅう話してんの。だけどえいいじゃない、そのねお花摘みってちょっと面白みがないじゃん。なんか別の言い方ないから、田植え行ってくる。ちょっと田植えしてきて。いい役なんで。今もうさ、ねもう洋式じゃん。え、私もともと和式よ。学校和式だったもん、あの小学校の時。小学校の時全部和式だった気がする。1個とかしかなかった気がする。ダメだし、じゃあ確かにね、ちょっと腰上がってるもんね。確かにね。畑仕事、ちょっとごめん、畑仕事しに。は？何？急に何？田植えやばいね。え、ボタントイレね。え、あのうちはそうじゃなかったけど、一人よ。たまにそういうトイレあるよね。ねえ、今の子たち和式だとできないっていうの聞いたことある。ねえ、すごいよね。でもたまにさ和式のお店とかあるよね。ちょっとあの昔のお店とかだったら、喫茶店とか結構そうだったりする。だってよ、ほら学校和式なの和式で
できないと、万が一手のないところで大きい方をするときできないからだそうです。だってよ、ほら、でも今の子和式でできない子多いんでしょ。どういうことなんだろうね、ウォシュレット使うもん、別にウォシュレット使わなくてもいいタイプ私は、まあ、あったらそりゃあのいいけどね、あったらあったでいいんですけど、まあなくても別にできるタイプ。あー、家がほとんど洋式だからね。まあそうか、どうやって、え、囲いないの中国って、それ知らない。あ、音姫使うよ私。なんか今まで音姫って何の意味があるんだって思ってたけど、使うようになった。まだつみ、いや大丈夫だよ違う違う、あれでなんか例えじゃない、なんかちょっと言ってみただけよ、あのなんかなんていうの、ちょっと来るわみたいな感じの言ってみただけよ。ウォシュレットは日本の発明なんだ。トト。逆に音姫してますか？あって、恥ずかしい。聞こえる方が嫌じゃない？私聞こえる方が嫌だなと思って音姫なんだけど、だってそりゃそうじゃん、してるんだもん。とうとう恥ずかしいよね。そのもうさ、音姫で慣れちゃってるけどさ、なかったらちょっと恥ずかしいなって思う。恥ずかしくてもトイレできない。はい、そんなこんなでうちの配信は終わりたいと思います。皆さんお疲れ様です。朝からトイレの話でね、盛り上がりましたけれども、うん、口で言うやばいね、歌、あ、ラジカセ持ってたらいい、チューチューチューみたいな、なんか、
い、自分で歌いました。それでは13位ゆうじさん、12位あおさん、11位よよのよさん、10位くにさん、9位山つかぜさん、8位かく、7位こんばんさん、6位しゅうだごさん、5位つりちゃん、4位ふうさん、4位もうさん、世代祭がじーじー。今日も笑顔ありがとう、笑顔で一日楽しもうね、もちろんだよ。世代人がたっさんです。そしてそして本日第1位はファンダー結成だって。日曜朝に素敵な話。そうだよ、みんなあさって会えるよ。あさってだよね、もうあさって頑張ろう、楽しもうね。皆さん配信見てくれてありがとうございます。また明日の朝配信でお会いしましょう。今日はトイレの話で盛り上がったとさ、あ、そうだ、ミッションだ、ミッション、ミッション、今日のミッションは紅葉まんじゅう。紅葉まんじゅうはちょっと難易度高すぎるから難易度高すぎるので、なんかあのお土産屋さんみたいな、お土産屋さんのお土産みたいな、お土産屋さんのやつ、ミッション失格とか、え、ありますよ、ミッション。ディスコ、おう、オッケー、いいよ、うん、お土産のなんか、お土産品のなんか、それで、あと、うん、それだけにする、それだけにしようか、今日は。ですよね、炒め物で揚げ物食べる人は失格ですよね、うん、これでいいよねみたいな感覚でさ、言っちゃダメですよね、うんうんうん、よかった。体調何食べるの？モスバーガー。いや、モスバーガー食べたいんでね、やっぱ3時からの。あ、よし食べたい、よし食べたい、パパパイ、私も食べたい。宮島行くことないけんね、行きたいね。でも今日は寒そう。いいな、ありだな。よし、月見の照り焼き食べたい、ね、ダブル照り焼き。じじはっ、ありがとうね。では皆さんよろしく頼んだ、お疲れ様でした。おやすみ、バイバイ。